皆様、こんにちは。今日は2021年2月7日日曜日です。この動画ではアメリカのある文書について話をしたいと思います。アメリカの方針としては、これから、えー、習近平と共産党分けて考えようと、習近平に対して攻撃して、えー、総書記として辞任させる。 そして共産党としてずっと付き合っていこうという方針を出されてあります。これについて話をしたいと思いますが、アメリカの政治的なネットがありますが、ポリティコと言いますが、このネットではある文章を発表されています。この文章については話をしたいと思いますが、この文章が書いたのは北大西洋理事会です。 まず、北大西洋理事会はどんなものでしょうか説明したいと思います。北大西洋理事会では、もともと北大西洋条約の政策を作る組織でした。北大西洋条約に参加された国では影響力があります。また、国際的な関係、付き合い、軍事的な戦略を立てるなどをしていました。北大西洋理事会では、 アメリカの共和党、民主党、両方とも参加されています。例えば、元理事長はアメリカ軍の将校、ジュンスでした。この方はオバマ時代の国家安全保障顧問として勤務されていました。ジュンスは安全、国家安全保障顧問として任命されて、 後継者はハーゲルさんになりましたが、まだこの方はオバマ政権の国防長官になりました。これは北大西洋理事会の特徴ではありますが、軍の長官が北大西洋理事会に入って、次は 国の安全顧問として任命されるようになりました。すぐに昇進できるという意味です。また、もともと下院の議員でしたが、北大西洋理事会で勤務されて、次は国の国防長官になります。今日はとも同じですが、 トランプ元大統領の国土安全顧問、えー、ボサートさんも同じなんです。ボサートさんは北大西洋理事会の高級研究員でした。私は言いたいのは北大西洋理事会ではアメリカのエリートたちが参加されています。国のシンクタンクだと言います。アメリカの国としての政策、 あるいは方針を決めることができます。さっきも言いましたが、もともと北大西洋条約のために作られた組織ですので、軍事の影響力もあります。つまり、普通のシンクタンクではないです。以上は北大西洋理事会の紹介でした。ここからある文章を言いたいと思いますが、文章の名前は、The n u n g r Telegram と言いますが、ここでは、 ジュン・ケナンと、えー、紹介したいと思いますが、日本の方はご存知だと思いますが、ジュン・ジ・ケナンは、えー、当時ですね、ソ連に駐在したアメリカの臨時的な大使でした。正式な大使は病気になって帰国されたらしいです。彼は大使の代理になりました。彼はある文章を書きました。ラン・テレグラムと言いますが、 合計8000文字がありますので、当時は1940年代でしたので、この長さの文章を発信するにはかなりのお金がかかると思われます。アルファベットの数で料金の計算でした。彼はソ連の民族性を分析しました。また、共産主義、マルクス主義はどうしてソ連を統治できるかを分析しました。一番大事なのはアメリカの政府に対して アドバイスをしました。ソ連が普通の国になるのは不可能ですと。まだアメリカのメディアは真実を放送してアメリカの国民に真実のソ連を知ってもらいました。ヨーロッパを連携してソ連と対抗しましょうと。 これは長い文章と言いますが、歴史の影響は深いです。この文章があって、マーシャルは次の年発表しました。ヨーロッパを復興させようと決定しました。マーシャル計画とも呼ばれています。ヨーロッパへの経済的な援助を行いました。アメリカが世界での影響力を高めることができました。政治、経済、軍事の地位はアメリカは世界一。 になりました。世界をリードするようになりました。ジョージ・ケナンは日本に対してもいろんな提案をしました。日本を強くしてソ連と対抗できるようにすることです。ヨーロッパを強くしてソ連と対抗できるようになってもらうと、ソ連から自分を守ることができました。この文書の内容としては、中国と中国共産党は違いますと。 まだ中国共産党は習近平政権とは違いますと分析されてあります。これを見て私は思いますが、中共の支配している中国のことはまだ分かっていないというふうに思います。 なぜなら私は感じたのはこの10年あるいは20年以来西洋のパンダ派あるいはパンダを抱っこする派ですがやっていることはみんな同じですつまり宗教に遠慮しています宗教の顔、メンツを考慮していますトランプの成績としてはいっぱいありますが一番大事なのは世界に宗教の本性を知ってもらうようにしましたそして外交に関しても 北朝鮮での対応にしてもですね、いっぱいいいことをしてくれました。みんな中共を警戒しましょうとトランプは言いました。しかし、はっきりとした戦略はやはり欠けていました。例えば、中共の軍事企業を制裁にしましたが、軍事企業の子会社に対して明確な法律はないんです。貿易商談があって、 米中貿易協定があありりまままししししした。たし。かし縁を切ると言います。少はは矛盾はありました中国と共産党の違うというのは、ポンペオが言いましたので、これについて賛成です。しかし共産党は、習総書記政権と違うのは間違いだと思います。つまり、アメリカは、習総書記内閣を攻撃すればいいです。共産党とは関係ないという意味です。 まだ共産党の本性は分かっていないでしょうと思います。今日まで私は思いますが、バイデン政府はまだ中国に対してどんな政策をするのかはまだ決めていないんです。方針もないんです。サニーもブリンケの発言を見て、とても中立的だと言えます。中共的だと認定されていないんです。トランプ政府は中共のことを敵だと言いました。 また、バイデン政府は、今回の病気のことを、中国病気、チャイナウイルスだと言わないようにしましょうと言いました。バイデン政府のこの態度があって、中共は急いで、いろんな動きをしています。習総書記もダボスの発言をしました。外務長官もアメリカに呼びかけています。我々は敵ではありませんよと、アメリカの地位を奪うつもりはありませんよと、 アメリカについていきますよと、などを言いましたが、まだアメリカに訪問していきたいですと言いました。宗教はいろんな動きをしています。アピールをしています。でも、強い姿勢というのは変わりません。アメリカと共に世界をリードしようと、習総書記は言いました。 バイデンも難しいいと思います。トランプは、いろんな政策を作ってありますが、アメリカの民意もありますので、急に中京と仲良くするということはないと、やはり批判されると思います。これから、トランプとバイデンの政策に対して、私は話をしたいと思います。トランプ政府は、中京のことを戦略的な、威嚇的な相手だと表現されていました。つまり、中京は、 敵ですと。トランプらしいです。はっきりとした態度です。好きか嫌いか、はっきりしてあります。宗教に対して攻撃する姿勢です。強い姿勢での対抗すればいいんです。はっきりの態度があって良いと思います。しかし、実に危険もあります。宗教を敵にすると、中国もアメリカのことを 敵にしています。これはまあ昔からですが、お互いは敵の関係ですので、実に危険です。どこまでやるのかは、やはり予測不可能でした。戦闘機が飛びますので、万が一衝突してしまうと、小規模の戦いが起きると思います。当時、アメリカとソ連の冷戦の時代でしたが、お互いはやはり大国です。 大国、投資が衝突すると実に怖いです。しかも、ソ連でもアメリカでも核兵器を持っています。相手次第、核兵器を使うことも考えられていました。しかし、お互いに暗黙のルールがあります。核兵器を使わないことです。 アメリカでもソ連でも核兵器を持っていますので数が違うだけなんですがでも核兵器を使うと数が少なくてもこの地球は終わってしまうんですつまりお互いは知っています最低限のこと核兵器を使うとみんな終わりです自分も終わりです相手も終わりですお互いは相手に威嚇をしていました 相手が戦争をするとみんな終わりという意味です。これで当時アメリカとソ連はある程度まで対抗して止めていました。これ以上進むと戦争が起きますからですね。戦争が起きると核兵器が使われてしまうと。核兵器を使うと地球は終わりです。それとアメリカ、アメリカの国民でも今のところはまだ準備できていないんです。この中国、 14億人、あるいは12、3億人を持つ中国と熱い戦争をする心の準備はできていないんです。でもアメリカ、あるいはアメリカの国民はみんなしています。台湾を守ることです。日本は難しいです。実は日本だけではないんです。ヨーロッパも同じなんです。トランプ大統領は中国を敵にしました。 アメリカの同盟国は選択しないと難しいんです。中国との関係は敵にするのか友達なのか考えないといけません。トランプ政府のやり方ではアメリカファーストです。これで自分の同盟国との関係が悪化していました。ポンペオはとても忙しかったです。特に後半になってきましたが、世界中に飛び回っていました。日本にも行きました。東南アジアにも行きました。 ヨーロッパにも行きました。みんなで中国と対抗しましょうと言いました。しかし反応はいまいちでした。なぜなら同盟国との関係なんです。同盟国に支持してもらうには条件があります。バイデン政府の考えとしては中国のことを競争相手だと表現されています。これは いろんな理解できますが、競争してお互いは成長していくことも理解できます。競争相手っていう表現は立場によって考え方は違います。でも、バイデン政府の強さはやはり足りないというふうに思います。トランプ政府は中国のことを敵だと言いました。敵と競争相手は違います。やはりパワーが違います。でも、 良いところも逆にあります。柔軟性はあります。臨機応変ができます。常に変更はできますので、売店っていうのは、やはり経験の深い政治家らしいです。でも、良くないところもあります。あやふやな態度です。はっきりとした施策はないんです。方向性を判断するのは難しいです。でも、同盟国にとってはまた有利です。 アメリカのこの態度ではあやふやですので、同盟国はアメリカよりか中国を選択するのか、やはりどっちかを選択しなくてもいいんです。敵同士ではないんです。お互いは競争相手の関係です。なので、中国かアメリカか、あえて選択しなくてもいいんです。例えば、フランス大統領マクロンは言いました。ヨーロッパはアメリカ、 と同じ価値観を持っていますので関係は近いですと。でもこれにしてもアメリカと一緒になって中国との対抗するのは嫌ですと。つまりトランプとバイデンの方針は違います。ヨーロッパはアメリカと中国をどっちかを選択っていうのはしなくてもいいようになってきました。これが今の現状なんです。 これからですが、やはりアメリカの動きを見ていきたいと思います。やはりもし何かがあると、周りに特に韓国であっても、日本であっても影響されます。コメントでは書かれてありますが、えー、シン・えー、ルーリー。 2201の方ですが、いっぱいコメントありがとうございます。中国にで再生活してこられましたので、たくさんのコメントをこれからもよろしくお願いいたします。やはり日本の皆様に中国の真実をそうですね、分かっていただきたいというふうに思います。書かれてありますが、元山さんに申し訳ありませんが、三国志の時代、 劉、まあ、ンですが、劉備の時代ですが、えー、食べ物がなくなって、自分の妻の肉を劉備に差し上げた、えー、そして美談になっていますねと、えー、私に申し訳ないと言わないでください。あのこれは真実です。歴史のことですので,で、中国ではそういった自分の家族、自分の家庭を犠牲にして、えーまあ、会社、あるいは国に貢献するのは美談になります。褒めます。 例えば劉備もそうでしたが自分の兵士がですね食べ物がなくなってあの自分の妻、えー、を 当時はですね、一夫多妻制ですので、男性は一人、女性は数人、上限はありませんので、その奥さんですね、少しずつ殺していくと。で、兵士に食べてもらうと。で、話によると、歴史上の話ではありますが、やはり女性のお肉が一番美味しいですと。そして赤ちゃんの肉も、子供の肉も美味しいですと。一番、 あの美味しくないのはやはり男性のお肉が、えー、美味しくないですというふうに書かれてあります。これは、えー、歴史では事実ではありますので、あの中国、今でも同じなんですが、えー、家族,家族、えー、家庭を犠牲にしてあの国は褒めてくれます。例えば、一部の共産党員、宣伝ではありますが、都市に行って亡くなる前に衣装を。 書きますのでその一緒に自分の財産ですね不動産であっても持っている財産全て共産党に差し上げますとこれは、えー、大変宣伝されますのでこの人は英雄ですというふうに言われてありますやはり、えー、自分を犠牲にすることによって国に自分の命を国に支えるというのは、えー、非常にいいことですとでそして私の小さい頃も同じですが、えー、小学校 あるいは中学校でも英雄の教育を受けてきました例えば、えー、何々、えー、追ってですねその人が、えー、その火事があって山の方に火事があってで自分は子供でありながら、えー、その消火器を持ってですね救助活動をしましたでも最後は犠牲となりましたそれは大変勉強しましてで宣伝も受けましてで私も 当時ですが、やはりホルモンの関係もあるかもしれませんが、やはりいずれそういった事件、もしありましたら、私も積極的にそういったことをしないといけませんと。そして、自分の命はですね、犠牲になっても良いと。犠牲することによってあの、もう褒めてくれるし、英雄ですと。これがやるべきです。自分のやるべきことです。というふうに思っていました。 それが、大人になってきて変わり、変わりましたが、そして一番危ないのは、18、19歳の、子子供たちですね。若い子たち。若い子たちは、やはり、軍人になったりとかしますので、そこでまだ英雄的な教育を受けます。そうすると、自分はいずれ、自分の命を犠牲にして、国に貢献する。そこで、まあ、今は戦争はありませんので、よくあるのは、そういった、香水とか、 そういったところいろんな、えー、事件がありますので、えー、軍人が行きますので例えば鉄道とかの修理とかであったり軍人が行きますのでなのでそこではやはり事故とか非常に多いんですやはり安全というのはあまりないですので、えー、そこで犠牲されてももう英雄になりますのでなので積極的に自分の命を国に貢献するという、えー、教育ではありますのでなので中国では確かに美談と なっています。非常におかしいではないかなと思います。そういった英雄的な教育というのは多分共産主義の国でしかないかなというふうに思います。この動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。